決着、激闘の果てに。魔界統一トーナメントも残すは決勝戦のみとなりました。優勝候補ヨミ選手との死闘が記憶に新しい浦飯雄介、対するは今は亡き等身大ゼリの巨友エッキ。あんたライゼンの息子だろ、わかるのか。そっくりだよ。自分では気づかんかもしれんがな。遠い昔の借りを返しに来たぜ、ライゼン。借りだと？また尻尾を巻いて逃げることになるぜ。それはどうかな。どうしたんだよ、おっさん。いや、なんでもない。ちょっと昔のことを思い出してな。昔？ああ、ライゼンとは大昔の喧嘩友達だ。わしも強かったが、あいつはもっともっと強くての。俺、ライゼンと少ししか殴り合いしてねえし、正直言って親父なんて実感全くねえけど、なんか嬉しいぜ。だがな、ライゼンの息子よ、言っとくが手加減はせんぞ。死んでも恨むなよ。当たり前よ。さあ、おっぱしめようぜ。レディーファイト。やっほ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 やっ
様々な戦い、数々の名勝負が繰り広げられましたが、今魔界はトーナメント優勝者浦部氏ユースケ殿の王位を認め、その栄光を称えようと思います。正直言って俺自身優勝できるとは思ってもみなかったぜ。けど勝ったからにはしっかり魔界の総大将やらせてもらうぜ。くそー、恨めしが優勝か。ああ、またあいつ一段と強くなっただな。誰が優勝してもそいつに従うのが大会のルールだったが、俺はおめえらをルールで縛るつもりはねえ。だが一つだけ言わせてくれ。また来年もこうしてバカ集めて大会を開きたいと思ってる。だからくだらねえことで争いをするんじゃなくて、しっかり1年間修行でもしてよ。来年挑戦してほしい。来年？来年またこの大会を開くっていうのは。なら今度は俺が優勝いただくべ。いや、今度こそ俺だ。お前らには無理だ。なんせお前らの上にはこの俺がいるからな。なんだと？やるのか？面白い。受けてたと。皆様、静粛にお願いします。じゃあまあそんなとこでみんなよろしく。絶景かな。こんなに綺麗な夕日初めて見ました。そうなんですか。かー、生きててよかった。ゆきなちゃん行こう。はい。あら私も行こうっと。よっしゃー、一応クラゲでも探すか。綺麗な夕日。昼間もとっても綺麗よ。空も海も真っ青で。私は昼の海の方が好きだな。今度見に来ようね。はい。雪だ、さ見てください、この大きな人で貝殻もこんなに。わあ、すごい。ユウスケ、バカ野郎！ユウスケ、もたもたしてないで、早く帰ってこい！3年以上は待たないぞ！バカユウスケ！ケイコちゃん。そんなに待たせねえよ。え？え？あ。よ。ただいま。いて、何すんだよ、いきなり。
何すんだこの雨。待てケイコ、こらおい。やがったなこの雨。おらおら。やろう。行こう。どっちだろう。来たね。来たね。魔界の王になるんじゃなかったのか。おう、なるぜ、いつかな。また一から挑戦で。その前に俺がぶっ倒してやる。やれるもんならやってみな。めちゃめちゃ